はい、朝日チャンネルです。もうちょっと明るく言ってください。今日はね、何じゃあ、見本見せて。朝日チャンネルですって前みたいに。じゃで、今日はね、久しぶりの現場撮影になりますよ。んじゃあ久しぶりだから、現場の足場の組み立て作業をね、この僕が解説していきたいと思います。ね、それでは足場組み行きましょう。レッツゴー。色々変わってんの。はい、ウルタ君組んできますね。何やってんの？バランスゲーム。ちょ、バランスゲームっていうね、まあとりあえずこの建物いや足場をかけてって、まずジャッキを配ってる。しかもなんでこんな上に置いてあるのかちょっと不思議だけど、中に使うもんでね。そう、この狭いところを組んでいくわけですね。狭いな。ここを組んできますね。うん、この建物のね、解体足場を組んでいきます。解体を手で解体するみたいなんでね。手解体。こうやって。狭いな、ここは。だいぶ狭い。あと正面と裏は折半上か。折半上になるのか。で、この激水間のところを組んでいきます。まあまあ進んでるね。何遊んでんの？何遊んでんの？これ多分かくれんぼです。ちゃんとやってんのか。はい、ねえ、狭いとこやってんの。バカ狭い。うわ、バカ狭。ちょっと多分通れない。やばいな。あ、入れないってことね。すげえな。めっちゃ狭いとこ、あれしやがって。変わりますか？変わりますか？変わりますか？いや、だから俺に言ってたら一瞬で終わっちまうわ。お腹突っかえてないですか？お腹突っかえてないですか？社長、反対側はついてるか？な、こうやるだ。まあ、狭いんで頑張ってください。次何欲しい？次何欲しい？次ね、300と200です。了解。うん、いいよ。はい。あるか、お前。かけてるか？かけてるの？ちゃんと。僕はもっと大きな声で言っていると思います。はい、高速サブ。はい、高速サブ。無茶言いやがって。片手ぞ、こっちとは。なんでこっち遊んでんだよ。ちゃんと仕事しろよ。この野郎。頑張ってるか。狭くて通れない。それは痩せろということです。痩せろということです。本当に。社長、お仕事してるだかや。あんなとこでサボってるだかし。社長さん、サボってるんすか。はいよ、渡した。えいえいえい。おい、かかったよ、そこかな。社長、まだっすか。
芝屋さんの日常。筋トレですか。日々筋トレ。筋トレですか。社長まだですか。ちょっと病み上がりでも疲れたよ俺。おいおいおいじゃなくて。おいおいじゃなくて。おい。よいしょ。もらった。筋トレどうした。筋トレ。筋トレ。筋トレ。それ疲れた。社長入れてるけん、怖くて見えへん。お前ちゃんと言ってること言ってるか。なんか言ってること言ってる。足村さんは日々筋トレって話をしてたところだよ。さっきだけど。お、やっと社長が見える。やっと社長が見える。お、ついに入れるとこ見れる、社長。まだっすか。おっと、おっと。やろうけやってんだから。もらった。ウォルタコン、だいぶもうあとできたじゃん、機械だけ。そうだね、すごいな、ウォルタコンねえ、はい、まあ俺も手伝ってやったんだけどね。ああ、なんならこういうもう一人いるような音してるからね。ありがとうございますわ。ありがとうございます。ああ、まあ俺ほとんど組んだかな。うん、違った。マジで。うん、違った。そうなの。うん、そうなの。こんな気にするけどねえ、だいぶだいぶ向こうの狭いところもできたかな。あと控えぐらいかね。え、古田君は今何やるの。今から25さっき数えてます。あー、なに、壁当てでもやんの。あ、寝がらみ取ります。寝がらみ。はい、寝がらみじゃねえじゃん、明らかに。寝がらみ終わってるじゃん。壁当てでしょ。壁当てか。ブレース今入れてるじゃん。お前壁当てね。おー、そうやっていくだね。あー、あった。階段あるから便利だね。それではこのブレースを入れてるんですね。階段の手すりですか。階段手すり、下も打ち込むのか。さすが打った班長ね。で、一個ずつつけてってくださいね。これは壁当ての材料かな。下地にあるところにつけるんですよね。下地って何ですか。うん、下地って何ですか。知らねえ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 っていうか、お前ね、ちゃんと現場の時ぐらいはちゃんとやれよ。いや、みんな下地下地言ってもわからんから。鉄骨が入ってるとこだね、これだと。うん、それはどういったところに入ってるの、うん、っていうかね、もうね、先に一個ずつつけてくれない。配るじゃなくて、いい加減、いい加減一個ずつつけてくれないとね。え、社長さん、うん、考えてくださいよ。うん、こんなところからつけてもしょうがないでしょ。どっからつけるの。裏でしょ。裏、裏つけられてもお前困っちゃうよ。狭いですね。狭いですね。ハーネスだと余計にね。うん。よいしょ。はい、裏と。うん、なに、植え付けんの。社長、こっち歩いてくるでしょ。うん、ペット出さないようにだよ。 あ、そういうことね。いやらしいな、何したの。あ、ちょうどつけれるとこないのか、そこだと。そうだな、足元になっちゃうね。その、
ここ下地あるんじゃない、サッシのあれだから。うんね、まあ出っ張っちゃうけどね、結局ね、やっぱ安全を考えるとね、やっぱ通りづらくてもね、つけないと、うん、何やってんの、ギラッタで忘れてクランプ止めたの。うん、そうなの。はい、あ、うん、まだもうちょっとだった、まあ、近いね。まあまあ寄せて組んでるからね、まあ、解体用っていうのもあってね、解体っていうか手解体するって言ってたのかな。うん、よく言う手ばらしって言うんですかね、うん、手ばらし、うん、まあ、そうやってつけてくるんですね。え、でも本当にある、うん、あ、ありそうな気してるね、うん、ね、ちょうどここを来てるから普通にあるし、しかもサッシンあるだけ、サッシ回りなら間違いないよ。うん、これ完璧だね。あ、まだ打ち込んでなかっただね、どんどん、はい、打って、なんで中途半端なところで、中途半端なところで、お、抜けちゃってるじゃん、抜けちゃってる、はい、最後のね、スラッパー打ってね、まあ、シートはまた後日ね、もうちょっとしてから作業する前に貼りに来ますね。うん、はいはい、そこにあったんだね、シャックルが。シャックルそこにあっただね、うん、で全部打っちゃうと、うん、古田君、火打ち、火打ちね、最後の火打ちね。なんで火打ちって言うんですか。うん、なんで火打ちって言うんですか。火打ちさんが名付けたから火打ちって言うんだよ。うん、まあまず違うでしょうね。うん、違うでしょうね。うん、そうです、うん、ね、ちゃんと三角形になるようにね、うん、三角形になるようにつけて、うちまだつかないの。な手すりでいいじゃん。なんでそんな時間かけなくていいじゃん。引っ張りは寄るかなと思ったけど、うん、来なかった。いや、引っ張ったら離れ変わっちゃうでしょ。さすが、うん、さすがだね。これヒュー打つけて完璧だね。OK。 はい、ヒュー打つけ終わりましたね。ヒュー打ちがつけ終わって、怖えな思ったより高いな、思ったより高いな、これ。ねえ。上空10メートルぐらいの世界ですかね。うん、まあ、
9メートルぐらいですけどね、ワンフロア3メーターとしてね、3階建てなんで。もうどっかね、入れない。いいや、ゆうたくんどこ行ってんの。竹こっち側が難関だった。狭いな、狭狭い。壁やってついてあるね。狭い。ここにいたのか、お前隠れて見つからんと思ったら、あっち行っちゃ、こっち行っちゃ。社長、うん、仕事中。もう終わりぐらい。そうだね、時間的にはもう終わりぐらい。はい。あ、そう、もうピュアルだね。うん、見してよ。何見してよ。何だ、企業秘密のことよ。もういいよ。はい、完成しましたね、完成。完成したね、古田くん。古田くん、完成したね。古田くん、完成しました。てってれ。組み合ったね。組み上がりました。あ、インカメにしてなかったら俺の顔映んねえや。ねえ、まあいいや、じゃあちょっとインカメにしましょう。古田くん。古田くん、終わったね。終わった。見てください。見てください、この感じ。はい、この終わった感じ。終わった感じ。うん。あ、ね、今日も頑張ったわ。よくなりましたね。ね。見えるかな。うん。ね。なりました。ね。まあ。ね。あなたうるさいよ。はい、あなたうるさいよ。あ、ごめんなさい。ね、8割方ね、僕が組んだと言っても過言ではないですね。社長、うん、社長、うん、携帯が落ちそうなのかすごい気になる。もうちょっとしたら、うん、こうか。うん、まあまあそんなんどうだっていいけどね。うん、じゃあね、これで終わりたいと思います。ね、よかったらいいね押してください。じゃあね、バイバイ。バイバイ。動画見てくれてありがとね。いいね、チャンネル登録よろしくね。次の動画見てね。バイバーイ。オッケー。